おはようございます。11月1日、時刻は12時18分。まあもうお昼になっちゃってるんですが、今日はタイトルとかサムネにも出てると思いますが、久々のキャンプですね。で、今来ているのが和歌山県の串本町っていうところです。まあ今日行くキャンプ場はここじゃないんですが、まあ霧のいいところまで運転してきたんで、一旦ここで休憩って感じですね。にしても本当に遠いんだわ、和歌山県は。マジでもう朝一からずっと運転しっぱなしでマジで疲れたわ。それにしても相変わらず橋食い岩は独特な形してますね。で、今この動画を撮影しているのは、私が旅の終盤くらいで予約して購入していた iPhone15 Pro です。まあ今回はこの iPhone15 Pro の試運転というか、動画の撮影テストみたいな感じです。今撮影してる感じ、ぶっちゃけ前使ってた iPhone13 Pro と正直違いは全然わかんないですね。一応旅の時に使ってたメインカメラの DJI ポケットも持ってきてはいるんですが、今回ほとんど iPhone15 Pro で撮影していこうと思います。で、結構いい時間なんで、この道の駅の近くで飯でも食いますか。道の駅の目の前にあるこの橋食いっていう店が美味しいらしいんで、行ってみようと思います。橋食いのマグロ丼めっちゃうまかったですね。さすが和歌山県。じゃあ買い出ししつつキャンプ場も買いますか。現在2時ちょっと前、買い出しを終えてキャンプ場に到着しました。本日やってきたキャンプ場は、私が和歌山県の旅の時に行ったキャンプ場、リゾート大島っていうキャンプ場ですね。サイトからこんな感じで綺麗な海が眺められる綺麗なキャンプ場になってます。で、今回借りたのは広々展望サイトっていうところですね。で、キャンプ場の設備はいろいろあるんですが、紹介は後でするとして、とりあえず設営だけやっちゃいますか。で、今日は久々にこのタープを使おうと思います。っていうか、久々のタープ泊ですね。兵庫県の旅かなんかで1回だけタープ泊やったような気するんですが、とりあえず張っていきましょうか。こんな感じで設営終わりました。今回はビークフライっていう張り方でタープを張ってます。久々のタープ泊っていうことで、もうめちゃくちゃ簡単な設営方法のやつにしました。っていうか、そもそも私が持ってるタープが DD タープみたいにこうループがたくさんついてるやつじゃないんですよね。なので、できる張り方がかなり限定されちゃうんで。で、中はこんな感じですね。 3×3 のタープなんで、本当に私が寝る分でギリギリですね。で、今はこんな感じでポールを2本立ててひさしを作ってる状態なんですが、このポールを外すとこんな感じでフルクローズの状態にすることもできます。で、夜寝るときは、あそこのブラブラしてる先っちょの部分を、カラビナで止めるとかして、フルクローズにして寝るって感じですね。じゃあもうちょっと他のギアも準備していきましょうか。はい、こんな感じで設営完了しました。ちょっとだけポールの高さを変えました。で、あとは椅子を置いたりテーブルを置いたりで、かなり簡単キャンプですね。で、ちょっとした変更点として、このムーンレンスの椅子なんですが、前使ってた椅子がね、この縫製のところが破れちゃって捨てたんですよね。なので新しく同じやつを買いました。ちょっとバージョンアップされて、なんかこの辺りの耐久性が強くなったらしいです。値段は確か3000円くらいだったかな。前使ってたムーンレンスの椅子と同じ値段ですね。そんで椅子に座ってキャンプサイトからの景色はこんな感じです。いやー、素晴らしい眺め。本当はあともう1箇所か2箇所くらい左の方にこうサイトを寄れたらもうちょっと景色綺麗だったんですが、先客の方がいらっしゃるんでね、これはしょうがないでしょう。じゃあのんびりする前に少しだけキャンプ場の紹介しておきましょうか。このリゾート大島っていうキャンプ場はかなり広いキャンプ場で、私が借りてるサイトは広々展望サイトっていうサイトです。で、私のいるキャンプサイトから、ちょっとだけ左のサイトにずれると景色はこんな感じに変わります。目の前にこう大きな岩がある、こう綺麗な海を見ることができます。これが素晴らしいんですよね。で、展望サイトの方から少し移動してくるとこんな感じで
サイト数めちゃくちゃ多いですよね。とにかく広いキャンプ場です。でこちらが炊事場で、水道とあとハンドソープ、たわしとかも備え付けてあります。それと炊事場の建物にはトイレがあって、おトイレ綺麗ですね。洋式の水洗トイレ、ウォシュレットもついてます。それと炊事場の隣はバーベキュー場ってなってます。まあ、なんか机と椅子が置いてありますね。で奥の方にはあれはドッグランって書いてますね。あのワンちゃんと一緒にキャンプを楽しむこともできるみたいです。それとあちらに見える建物はコテージですね。キャンプだけじゃなくてこうコテージに泊まることもできます。コテージはまあ1人2人用のものから、こっちは大人数とかでも行けそうですね。コテージがある通りを歩いてくると、こちらが管理棟、中に売店もあります。管理棟の隣にも建物があって、こちらには温水シャワー、トイレ、あとコインランドリーもあります。建物の中はこんな感じですね。洗濯機や乾燥機、あとは有料ですがドライヤーもあります。さらに奥に進んでくるとこんな感じでプールみたいな施設と、奥にはグランピングの建物もありますね。本当に何でもありだな。でこちら側にもトイレがあります。ここがトイレで、こっちがシャワー室ですね。コインを入れるところが見当たらないんで、多分宿泊してる人はタラで使えるんだと思います。トイレはこんな感じですね。まあめちゃくちゃ綺麗かって言われたらまあそうではないんですが、まあ十分でしょう。あと最後はあちらの目の前にある温泉ですね。3時オープンなんでまだ3時になってないんでちょっと入れないんですが、まあ後で紹介しようと思います。とりあえず一通り見て回ったんで、まあちょっと休憩しましょうか。今休憩しようと思ってコーヒー飲んでたんですが、今日めっちゃあったかいっすね。っていうか和歌山県の南の方ってめっちゃあったかい。なんか前回も同じようなこと言ったような気するんですが、いや本当にいい気候だな。一応もしかして寒かったら嫌だなと思って、あの冬用の寝袋も持ってきたんですが、多分使わなくてもいけそう。ちょっと休憩して時間も3時を過ぎましたんで温泉行ってみましょうか。今私以外誰もいないんでちょっとだけ映します。脱衣所の中はこんな感じで、まあ、衣類を入れるカゴと貴重品入れがあります。で温泉はこんな感じですね。いや見てください、これめちゃくちゃ綺麗でしょ。ここキャンプ場ですからね。キャンプ場でこの温泉に入れるのは素晴らしすぎる。しかもアメニティもちゃんとついてて、ボディーソープとかシャンプーとかもあります。まあせっかく来たんでちょっと一風呂入っていきますか。いやーめちゃくちゃいいお湯でしたね。まあまた夜になったら入りに行きましょうか。現在4時半くらいですね。こんな感じで太陽沈んできました。いやー綺麗ですね。で太陽沈んで日陰になるとやっぱ若干涼しさを感じますね。現在夕方の5時11分、ちょっと早いんですがもう晩飯作り始めますか。今日の晩ご飯は久々に鍋を作ろうかなと思います。出汁が煮えてきたらまず肉を投入します。肉が煮えてきたんで次はこの野菜を入れていきます。やばいな、ちょっと入れすぎたな。まあ野菜を煮てる間に一本飲んじゃいましょうか。和歌山県ということで今回は梅の酎ハイを買ってきました。そんじゃいただきます。あーうま。野菜も煮立ってきたんで、最後はこの中華そばを投入します。麺を入れたら最後ちょっとだけ一煮立ちさせましょう。はい、というわけで完成です。
ちゃんぽん麺入りキムチ鍋です。まあこれ私が冬によくやるあのキャンプ飯なんですが、これめちゃくちゃうまいんですよね。じゃあいただきます。うま、酒進むぜ。やっぱあれですね、こうさすがに日が落ちると少し冷え込んでくるんで、こういうあったかいもん食いたくなりますよね。でこの鍋なんですけど、合計で500円くらいしかお金かかってないはずなんで、結構リーズナブルですね。あのキャンプ飯にはおすすめです。ごちそうさまでした。じゃあちょっと洗い物してから休憩しましょうか。現在晩の8時半過ぎといったとこですね。タープはこんな感じでフルクローズ状態にして、まあ、寝る準備は整いました。まあたださすがに寝るにはちょっと早すぎるのと、このキャンプ場ね、前来た時も言ったと思うんですが、こんな感じで、まあ、今日は月がすごい綺麗なのと、星空がね本当にバチクソ綺麗なんですよね。まあ、iPhone15 Pro のカメラでもギリギリ星がちょっと映ってるか映ってないかくらいなんですが、まあ後で頑張って写真何枚かだけ撮っておきます。でとりあえず写真何枚か撮ったら、まあ温泉でも行きましょうかね。天体観測も終わったんで、もう一回温泉にやってきました。でラッキーなことにまた私以外誰もいないんで、夜の温泉少し映したいと思います。夜の温泉はこんな感じですね。まあ昼間見えていたような絶景は見えませんね。まあゆっくり使ってこようと思います。いやーいいお湯でしたね。明日の朝も時間があれば入りに行きましょう。現在10時ですね。消灯時間になりました。でタープ泊のこのビークフライって貼り方、若干隙間とかはあるんですが、まあ、ある程度プライバシーは確保できてますね。じゃあ今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。